はい、はい、大阪大学タンパク質研究所の川端と申します。私は、午前中工藤先生の方からタンパク質の立体構造のデータベースの PDBJ の使い方について説明があったと思うんですが、私の方はアミノ酸配列から立体構造を、どうやって予測するか、あるいは検索するかと、そういう話を、したいと思います。で、どういうことをお話すかなんですが、最初に、いわゆる一般的な教科書的なアミノ酸配列立体構造の関係とか立体構造予測法の一般論みたいなものをお話しして、で、後半にホモコスという、私どもが作っているウェブサーバーを使って簡単なホモロジーモデリングを少しだけやってみましょうということをやっていきたいと思います。それで、最初に説明しておくと、このホモコスというデータベースは、創薬投資演技術基盤プラットフォームというプロジェクトが走っていまして、5年間のプロジェクトで今年が最後なんですけれども、それの情報拠点というところで、作っていたものということです。で、多分私これ最初の2つはですね、昔大学院の修士向けにやっていた授業のスライドのノリで大体作りましたね。ちょっと今までの方の中では一番こう難しいのかな、授業っぽい感じになっているかもしれませんけど、後半は、ウェブの紹介というふうにしました。で、皆さんいろんな背景の方がいらっしゃると思うので、今回はできるだけ、高校の生物の教科書をあまり逸脱しない程度でやろうというふうな話を講師の皆さんとしてたんですが、実際に始めると結構逸脱がしちゃうんですけども、できるだけ簡単なところから説明していきたいと思います。で、まず立体構造予測というものは何なのかということをちょっと最初から考えてみると、皆さんご存知の通り、地球上の生命体の中で3つの構文子が非常に重要な役割をしていて、それは2つの核酸 DNA と RNA とタンパク質です。で、構文子っていうのはあるこうユニットがこう数珠状にずらーっと並んでいるものですね。 DNA であれば ATGC のどれかが並んでいて、 RNA であれば AUGC が並んでいて、タンパク質の場合はアミノ酸という20種類のものがこう並んでいるというふうな形をとっています。で、高分子なのでとにかく紐状にこう長く並んでますから、実際にはこの長さが5とか6じゃなくて150とか、長いものでは3000ぐらいのアミノ酸がわーっと並んでいるわけですね。なので本質的にものすごくフレキシブルなはずです。紐状な非常に長い紐なので非常にフレキシブルであると。で、原理的にどんな形でも取り得るだろうというふうで、ユニットの並びや環境によってどんな形でこのかはよくわからないけど、なんか変更はあるかもしれないっていうのが一般的な高分子屋さんの予想なわけですね。ですが、タンパク質は不思議なことに、ある一つの形にこう折りたたまるんですね。天然のタンパク質のほとんどはアミノ酸配列が決まるとある一つの形にこう決まってみんな揃って折りたたまると。で、どのような形になるかっていうのは、そのアミノ酸配列によって決まるらしいんですが、非常に多様ないろんな形を取ることができる。いろんな形を取れるんだけれども、アミノ酸配列が決まると唯一一つに、ほぼ形が決まるという性質を持っていると。で、例えばDNA なんかは基本的に、2本の鎖が組み合わさって二重螺旋構造をとって安定になっているという形を取るんですが、タンパク質の場合はその天然の構造が極めて多彩であるということです。で、これはやっぱり驚くべき現象なんだと思います。この非常にフレキシブルな高分子が水の中である一つの形になってしまうということで、それをフォールディング、折りたたみと言います。タンパク質は2つの状態があるとされていて、非常に、変性状態、ディネーチャー状態と言われている1つの形を取れないと、こう大きく広がった状態のままいろんな形でタンパク質が水の中にいるような状態から、ある1つの形にみんな小さく折りたたまってしまって、どれも、同じ形になるという、それを天然状態。で、一般に例えば温度が高い状態、あるいは、pH が低い状態とか、尿素が多い状態ではこの変性状態になっていて、
しかるべく、まあ、温度を下げたりとか変性剤を塗ったりするとこの形になるということです。でこの変化っていうのは原則的に、タンパク質このタンパク質以外の分子の解除は必要としないということで、これでアンフィンセンのドグマっていうのが提唱されてるんですが、アミノ酸配列の情報だけで天然状態のこの液体構造は決まってしまうと。ということを物理的に言い換えると、これは自由エネルギーが最小状態になるというふうに言うということです。これはもう70年代に行われた実験です。で、それで、今回の予測という立場でちょっと考えてみたいのは、アンフィンセンのドグマが正しければ、アミノ酸配列が決まると、この立体構造は決まるはずなんですが、それなら、アミノ酸配列が、似ていれば同じような立体構造になるのだろうかっていうのは素朴な問いとしてあるんです。アミノ酸が例えば1個だけ違うんであれば多分大体同じ構造になると思うけれども、アミノ酸が例えば半分ぐらい1個違ってしまってもこういう構造になるのかどうかというのをちょっと実例を見ながら考えてみましょうというのが最初の話です。でそれで、ミオグロビンとヘモグロビンの話なんですが、今回の講習を始める前に高校の生物の教科書を何冊か取り寄せて見てみたんですけども、文部科学省の多分指導からかですね、必ずどの教科書もミオグロビンとヘモグロビンの構造が載っています。なので、この辺はおそらく皆さんも馴染みがあるだろうと思って、今回はできるだけグロビン族で話を作りました。で、先ほど有田さんと工藤さんも同じような話をしたと思うんですけども、ミオグロビンはこういう形をしていて、で単量体1つで働くと。でヘモグロビンはアルファーサが2つと、この場合この赤、青とこのスカイブルーですね、とベーターサがこの赤とこのオレンジが2個ずつ組み合わさって4量体で、機能するということです。で どちらも、酸素分子を結合します。でヘモグロビンの方は血中で、酸素分子を、つまり肺の近くに来たら酸素を吸着して酸素濃度が低いところでは離すということをします。でミオグロビンは、運搬というよりは貯蔵をしていて筋肉の中で酸素分子をこう貯めておくと、で必要な時にワッと使うというそういう働きをしているということです。で、この2つのタンパク質ミオグロビンとヘモグロビンというのは大体形は似ていてアミノ酸配列も似ています。で、あともう一つ言うとここの、これも後で出てくるんですが、ここに、補欠分子が1個入っていて、ここですね。あとこのヘモグロビンにも全部こう1個ずつこう入っています。1つのグロビンに1個ずつこのヘムという分子が入っていて、そこを拡大してみるとこんな風になっていて、これヘモグロビンのアルファーサーですね。で、ここの中に鉄が、この上には鉄です。ね、この五角形がヒスチジンというアミノ酸ですね。それが上下にこう入っている。で、近い方プロキシマルで遠い方ディスタルって言うんですけども。で、この PDB の構造によっては、酸素分子が見えているのがあります。でこっちはデオキシで、これオキシなんですが、酸素分子はちょうどこことこの間に、ここに入るような感じで入ってくるという形です。でこのジオメトリーもこれはヘモグロビンなんですが、ミオグロビンも大体同じような感じでここに酸素を吸着するということになります。で後で見てもらいましょう。このヒチジンが多分非常に機能上このジオメトリーが重要だろうということは予想がつくと思います。でそれで、このミオグロビンとヘモグロビンのアミノ酸配列がどのくらい似ていて立体構造がどのくらい似ているかなんですけれども、こんな感じですね。2つ並べて、これがアライメントですね、ペアワイズ。上が、ごめんなさい、これは、ヘモグロビン、アルファーサとベータアサです。こっちがアルファで、こっちがベータです。こっちの方がやや配列が近いので、で、この上にがこれがアルファーサで、これがベータアサ。で、アミノ酸配列の一律は、この星印になっているのの割合なんですが、結構高くて 46%。46% は結構高いと僕は経験的には思うんですけれども、よく考えてみると 54% は違うわけで、この鎖を構成している半分のユニットが違うんです。半分違ってるわけです。ですが立体構造を見て分かるようにかなり似ています。
この辺がちょっとギャップが入っていて違うんですけれども、フェリックスの角度もやや違うところもあるんですが、ヘムの位置とかもほとんど変わっていないということです。だから、これは一例に過ぎないんですけれども、アミノ酸配列が半分ぐらい変わっていても、立体構造はこのくらい似ているのは普通だということです。で、もっと違うというのは、ミオグロビンなんですが、こちら側をミオグロビンにした場合ですね。すると、これは配列の一致は 27% ぐらいです。星の数はかなり減りますけれども、立体構造の一致は、ベータに比べるとかなりちょっと曲がってきてるんですけれども、この赤いヘリックス、N 末のヘリックスとこのループのところが随分乱れてきますが、でも大体の輪郭は同じということです。だから 27% ぐらいでもこのくらい似ててもおかしくないということになります。で、どこまでいけるのかということなんですが、もっと下げても似てるものがあるんじゃないかというふうに、思う方がいっぱいいて、非常にたくさん調べられています。で、まず、今までこの2つは、ブラストっていう非常に標準的な配列比較法でヒットするもの、先ほど有田先生のお話がありましたけれども、簡単な検索で出るものです。で、それのもうちょっと感度が高い、計算時間がややかかるけど感度が高い方法でプロフィール法と言われるのがあるんですが、サイブラストというプログラムがあります。でこれを使ってやると検索すると、例えばこのヘモグロビンアルファーサをクエリにしてやるとこんなのが出します。これは、二枚貝のグロビンです。貝です。無脊椎動物ですね。で無脊椎動物は、必ずしもグロビン属を持っていない場合もあります。昆虫とかは持ってないです。だけれども、たまに持っているのがいます。で、シークエンスのシンギュラリティはもう 17% しかないんですが、でも大体形は、いろいろこう、この辺がおかしくなっていることはなってるんですけれども、大体今似ているということになります。で、あと驚くべきことに、大腸菌もヘモグロビンの類縁を持ってます。これですね。で、これフラボヘモプロテイン HMP っていうんですが、これも 17% くらいギリギリのシークエンスのシミュラリティがあります。ただもう大腸菌には、ご存知のように、嫌気性なので、血がないから酸素を運搬するってことの意味をなさないでしょうね、単細胞で。で、酸素はどちらかというと嫌いだと思います。で、なので、これは何をやってるのかよくわからないんですが、これは実はダブルドメインになっていて、もう一個向こう側に FAD バインディングドメインを持っています。なので、多分何らかの電子伝達とか、そういうのをしてるんじゃないかと。つまり、酸素ではなくて、電子自体を何かいじってるんじゃないかというふうに思われる節があります。ただ、シークエンス上は似てることは似ていると。で、形も似ているということになります。で、もっと遠いところを探すと、これも有名なんですよ。ヒコシアニンっていうタンパク質があって、これはシアノバクテリアの中に入っている。で、これはもう普通のシークエンサーシミュラリティではヒットしなくて、立体構造の類似性だけでこう出てきているものなんですが、で、これはこんな形をして、かなり崩れているんですけども、大体似ていると。で、ここまで来るともうヘムがついてなくて、ヘムがこれ割れてるんですね。ヘムがこう割れていて、鉄が取れてる分子、これをヒコシアノビリンっていう、ヘムの前駆体みたいなものですね、がここに入っているということです。で、これが類似していて、進化的に関係があるんじゃないかという報告で、確かネイチャーが昔出てたはずです。というふうな感じで、で、ここまでで分かることは、配列がかなり似ていなくても、立体構造は、結構似ているということです。で、もうちょっとこれを徹底的にやるとなるのはこれで、これはグロビン属に関して、横軸がアミノ酸配列の一致度で、縦軸が RMSD っていって立体構造がどれだけずれているかというもの。単位がオングストロームで、これはあんまり馴染みがないかもしれませんけども、1オングストロームっていうのが大体炭素の原子半径が 1.8 とか 1.7 ぐらいですから、1オングストロームはだいたい通常の10電子の半径ぐらいの大きさだと思ってください。で、これで見ると、シークエンスアイデンティティが 30% ぐらいであれば2オングストローム以下のだいたいずれで収まっていて、30を切ると結構バッとずれてくるんですけども、それでも4ぐらい、シークエンスが 10% 台でも4オングストロームぐらいでだいたい収まってしまうというぐらい、ただこう滑らかにこうぐーっと上がっていくような感じになると。ということです。で、一応、これ、ここまでの議論をまとめると、
まあ、アミノ酸配列と立体構造の関係を考えてみると、まあ、いろいろ例を見るとアミノ酸配列がまあとにかく似ている、統計優位に似ているのであれば立体構造もまあまあ一応似ているということです。でそれは結局どういうことかっていうと、まあ、あのいわゆる相同なタンパク質の立体構造は、似た形をしていると。で相同っていうのは、まあ、英語でホモロガスで進化的な起源が同じものを相同って言います。これはあのこの業界で非常によく使われる大事な言葉なんですけども、で、それを言い換えると、あの進化の歴史上は立体構造はアミノ酸配列よりも進化的にこう保存すると、あるタンパク質がどんどん進化の過程でアミノ酸の置換を受けていっても配列はどんどん変わっていくんだけど立体構造はあんまり変わっていかないという傾向があるということです。で、あの、まあ、それは結局どういうことかというと、大抵のタンパク質はある立体構造を取ることによってその分子機能を発揮するので、進化の過程で、立体構造が大きく変化してしまうような変異っていうのもあると思うんですね。1アミノ酸置換でもうあの形が全然変わってしまうというものもあると思うんですが、それは進化の過程で淘汰されて許されないと。なので進化的に関係がある普通の通常の進化をしてきた場合は、あのかなりアミノ酸配列が変わってしまっても立体構造だけはこう保存させるようなバイアスがかかっているんだろうということです。ただあのこのグラフでお見せしたように、基本的にはやはり配列が、似てなくなればなるほど立体構造のズレは大きくなるということです。まあ、こういう例でも見てわかるように、あの遠くなるとやっぱさすがに形がこう歪んでいくということは確かだけれども、あの大体の、アウトラインは似ているということになります。でそれで、そういう事実を踏まえてですね、じゃあアミノ酸配列から立体構造を予測するにはどうすればいいのかということなんですが、基本的にはスタイルが2つあります。でアミノ酸配列だけから立体構造を予測するには、あの似ているタンパク質の立体構造を鋳型にして使う系統の方法です。でホモロジーモデリングとか比較モデリング、コンパラティブモデリングとか鋳型ベース法、テンプレートベースドプレディクションとか、なんかそんな名前で呼ばれるやつというのは、これ今日細かく説明しますけれども、あの既存の立体構造が分かっているタンパク質のどれかに似せて作るような形のやり方です。でもう一つは、そういった既存の立体構造の知識を全く使わないで、予測する方法で、それは非経験的予測とかアビニシ予測とかデノボ予測っていいます。でそれは今日はあんまりこれについては細かく説明しないんですけれども、あの基本的にアビニシ予測とかデノボ予測っていうのは、あの、まあ、何らかの、原子モデルとポテンシャルエネルギー関数を設定して、あの本当に、タンパク質を折りたたむ過程をできるだけシミュレーションしようとする、こう伸びきったランダムな状態からだんだん構造がこうできている過程を計算機の中で再現するような、そういうやり方です。でこれはあの、なかなか計算量が大変で、かつ正確に当てるのが難しいんですが、最近はあの計算機のスピードが上がってきて、あのこういうやり方でも十分小さいタンパク質が予測できるんだという主張をする人もいます。ですがあの今日はこれはあの大変なので、このスライド1枚以上は増えません。でもう一つはこちらが、これを今日少しやってみようと思うんですが、ホモロジーモデリングとかコンパラティブモデリングとかと言われている方法なんですが、それはどういうことかというと、大体こう2段階からなっていて、フォールド認識と呼ばれているステップと、まあ、モデリングと呼ばれているステップからなっています。でまず、予測したい対象配列の与えられたとして、これが立体構造データベースのどれかの形に似ているとするならどれに似ているだろうということをまず考える。鋳型をまあ何らかの方法で選んでいきます。でこれと似てるだろうと思ったら、このモデリングのステップに移って、でこの鋳型とこの、予測対象配列とのこのアライメント対応付けを見て、この鋳型のアミノ酸配列を、予測対象配列のアミノ酸配列に入れ替えていくという、この作業もモデリングというふうになります。でこのフォールド認識のところで、この予測対象配列が構造データベースの中のどれに近いだろうと、どの形になるだろうと予測する方法っていうのは、いろんなやり方が提案されているんですが、一番あのストレートフォワードというか、まあ、とりあえずやってみるべきものは、まあ、普通のブラストです。ただの配列送信をただやると。で、それで、
統計優位に似ているとすれば、先ほどグロビンの例で、散々出したのでお分かりかと思いますけれども、例えば、この状態でミオグロビンの構造を我々が知らなかったとして、で配列が 27% で十分、これ27で、まあ、十分高いとも言えるんです。でこれ実は分からなかったとしても大体この形になるだろうというのは、まあ、大体予測としては成立するわけです。でもっとひどい例というのが、まあ、このぐらいの、シミュラリティでも、まあこれがもし分からなかった、2枚貝のヘモグロビンの構造が分からなかったとして、なんとかこの人のヘモグロビンからこう誘導してしまおう、そういうことも不可能ではないということになります。で、先ほど2枚貝の例だとブラストではヒットしなくて、サイブラストとかハマーとかプロフィール法と言われているものを使う必要が出てきます。あとスレディングとかもっと高感度を狙うものもあります。でこの鋳型の部分がうまく得られたら、この配列の置き換え作業をするモデリングという操作をしなきゃいけないんですが、これは簡単そうで実は結構面倒くさい作業になります。これちょっといきますね。この部分、例えば、シークエンスに対応する鋳型がなかったとしたら、例えばこの3つのアミノ酸が対応するテンプレート構造がなかったと、ギャップになってハイフになっていった場合は、それをなんとか強引にこう作ってあげなきゃいけないですね。でこれは3つぐらいならまあできないこともないですが、この長さは例えば10とか20アミノ酸になってくると、もうほとんどデノゴ予測になってしまうので、どんどん難しくなってきます。であとは息差原子の入れ替えですね。こうアライメントが例えば、テンプレートがフェニュアリンなのにタイロシンに変わるんであれば、これをこう O を1個つけてあげなきゃいけないと。でこれはこのくらいの差であれば、まあそんなに難しくないんですが、もっと大きく例えばフェニュアリンがアルギニンに変わるとかっていうと、なかなかビルドするのも難しくなってくるんですけども、まあそういうことをやるソフトっていうのがいくつか、フリーのもの、あるいは、ユーロのものがあって、モデラーとかスイスモデルとかロゼッタ CM とか 3D ジグゾーとかいろんなソフトが出ています。で、今一つスライド飛ばしちゃいましたけども、フォールドリコグニションのところで、大体どのくらいシークエンスのシミュラリティがあれば、立体構造は似てると言っていいのかっていうのの目安なんですけれども、まあ、いろんな人がいろんなことを言ってるんですけれども、まあ、一般にすごく経験的には、シークエンスアライメントが 30% ぐらいあれば、十分なアライメントの中で 30% 以上あれば、まあ、大体、ホモロガスである、つまり立体構造は似ていると言って大体 OK だと思います。で 30% を切った場合には、E バリューっていう値、これ今日誰も説明してないんですけども、配列創生検索には必ずこの E バリューって値が出てきていて、統計的優位性を示す、これが小さければ小さいほど、そのシミュラリティは、ランダムではありえないっていうことを示す値なんですね。でこれがブラストが E バリューが十分低ければ、例えば 0.0001 以下ぐらいであれば 30% を切って 25% ぐらいのところまでヒットしても使えます。でサイブラストっていうソフトを使う と、その E バリューを頼りにするとうまくいけば 15% 台ぐらいのところまでヒットします。で大抵当たってますので使えると。でこれをより下に行くと、もうさすがに配列ではもう見えなくなるんだけど、先ほどの、ヘモグロビンとフィコシアニンの例のように、配列がもう全然似てないけど、分かってみると立体構造に似ていたという例もないわけではないということになります。で、今日やるのは、サイブラストはちょっと大変なので、まあ、普通のブラストでできる範囲のことを、やってみましょうということをします。はい。で、まあ、これ、モデラーの、アルゴリズムなんですが、まあ、ちょっと、今日はちょっとテクニカルなので、やめときましょう。それで、こうしたホモロジーモデリングで、作られた構造が、どのくらい予測精度があるかということなんですけれども、でこれは宿命的にですね、この最初のこのグラフから分かるように、これですね、分かるようにホモロジーモデリングでできた、予測構造っていうのは結局、使った鋳型構造がどれだけ予測対象配列と似ているかどうかでもう宿命的に決まります。すごく似ているものであれば非常に精密なんですけど、だんだん似てないものを使うとどんどんずれていくということになるので、鋳型としてどのくらい似ているものを使ったかということを非常に予測モデルを使って何か言う場合は、鋳型がどのくらい似ていたかということを常に意識して
精度を考える必要があります。で、例として出したのが、これはグロビンではなくてチオレドチシンっていうあのバクテリアのタンパク質なんですけれども、3段階で、胃型の3つの違う胃型を使って予測をしてみて正解構造と重ねてあります。で、これが一番似ているものを使った場合、シークエンサーエイティが 86.5%、 これは 52.5%、 25.3% の場合で、上は、視差構造だけをリボンで示しています。下は、このチオレドチシンの活性部位で一番重要そうなこの辺のところですね、そこを拡大してあの原子モデルを表示しているものです。で、まあ、見てわかるように 86.5% の、胃型を使うともうかなり似てます。ほとんどずれてないし、あのずれが 0.64 ゴストロムというのは本当に小さいずれですね。で、原子レベルで見てると 1.29 ぐらいずれるんですが、それでもまあかなり似てます。もう熱いらり範囲内ぐらいしかずれてないですね。で、それで、50% 台にすると視差構造はそれでもかなり似てるんですが、でもよく見ると少しずつずれています。こっちに比べると。例えばこのループとかを見ると、ここはすごく重なってるけれども、ここはちょっとずれ始めています。で、原子レベルで見ると、かなりこっちに比べるとずれが激しくなってきて、例えばこのフェニュアラニンのリングの向きが少しずれています。で、ここの主鎖のこの部分が大きくここがずれています。あとここの側鎖がずれています。このくらいずれが始まって、でもっと低いのを使うと、これは 25%、ブラストのギリギリのラインぐらいです。だと、視差構造でもこのくらいずれていて、フルアトムで見ると、まあ、結構、例えばこのリジンとかの向きがもう全然変わってしまって、こっちも結構ずれてます、ね。というふうな感じで、要するに何が言いたいかというと、非常に高い、シークエンスのアイデンティティがあれば、原子レベルでも、視差レベルでもすごく似てると。で、例えば 20% 台のを使うと、もう原子レベルの一度はあんまり期待できなくなっていて、即差の向きとかはもうあんまり合っていないだろうということになります。で、あとこれもモデリングの例なんですけれども、このループのモデリングの部分です。ここ、あの対応する、テンプレートがなかった場合、どうするかっていうのは、これはあのモデラーっていうプログラムは自力でここだけ何の参考構造もなく作り上げなきゃいけないんですね。で、これがあのやっぱりズレが大きくなるっていう例をちょっとお見せすると、でこれはあの、CDK3 っていうキナーゼの一つを CDK2 というものを胃型にして作った場合なんですが、これが胃型構造で、これは予測構造です。で、何を主張したいのかというと、キナーゼっていうのはあのご存知の方はご存知だと思うんですけれども、非常にフレキシブルなループを持っていて、そのフレキシブルなループがリン酸化されることによって活性のオンオフが起きるということになります。で、この CDK2 の場合はここからここをつなぐこのループが、テンプレート側であまりにもフレキシブルなので見えてないんですね。で、それを、モデラーが強引にモデリングすると、こういう状況になって、これはあのモデラーが、5つの候補構造をモデラーが計算した場合ですね。だこことここをつなぐ部分がもう非常に、でそれぞれ様々な構造になってしまうと。で、胃型があるところは5つともちゃんと胃型に合わせてくるんですが、ないところはこんな風な感じになると。で、つまり、あとこの辺もそうですね。胃型がない部分を強引にモデリングした場合で、そういうところは非常に信頼性が低いので、一応予測ソフトとしては答えを出してくるんですけれども、胃型が全然ない部分の予測立体構造は、まあ、眉に唾を捨ててみるべきだということです。で、先ほどこのあとこの、そもそも胃型、最初胃型のシミュラリティによって精度が決まるって言ったんですが、それをまとめた表がこれで、これベーカーとサリのサイエンスのレビューから取ってきたもの、日本語訳したものです。で、シークエンサリティが 50% 以上の場合はかなり精密に予測できて、ほとんど普通に実験的立体構造が解けたと同じようなことができます。例えば触媒機構を考えるとか、リガンドを設計するとか、ドッキングをやるとか、スクリーニングをやるとかができると。で、30% から 50% ぐらいの間は、だんだんズレが大きくなってくるので、さすがに細かい触媒反応を考えるとかってもう難しくなってくるんですけども、それでも、大雑把なことはできると。で、30% 以下ぐらいになってきても、即差の構造はほとんどずれてて当てにならないんですけれども、例えば
あるアミノ酸が活性部位に近いのかどうかとか、表面に来ているのかどうかとか、アミノ酸単位の議論であれば十分使えるだろうと、そういうような、まとめ方をこのレビューではしていました。ということで、ここまでがまあ一応重量的なお話でした。よろしいですかね。なんか質問とかがあればいますけれども。はい、前半というか2つの方法があって、はい、単独で見るやつと今までのと比較するのというのは、それで今までのに、はい、似てるとうまくいくという話だと思われたんですけど、私ちょっとあんまり、はい、分野外なんですけども、はい、両方使うといいますか、うまくこうマッチングしてないときはその例えばこう自由エネルギー作業というかこうなんかこう対称性といいますかね、こうマッチングしてこう構造を何か予測するとか、はい、両方使うとそういうふうなことってできるんですか。ですね、まずですね、基本的にこちら側のこの鋳型を使わない方法っていうのは、とにかく一般論としてはかなり計算時間がかかる割には精度はそんなに高く出ないという傾向があって、それでもし鋳型があるんであれば絶対にこちら側を使った方がいいのは確かです。で、鋳型がある場合も、例えば、先ほど見せた鋳型が部分的に欠落している場合はこういうふにゃふにゃな状況になるので、で、こういった鋳型がない部分だけ、おっしゃるように緻密なシミュレーションを使ってサンプルするというストラテジーをやっている方もいます。で、あとそのこういう状況の場合ですね、大体鋳型はあるんだけど遠くて、大体の位置は合ってるんだけど速差レベルではもうずれてると。で、こういったものを、かなり大量の分子シミュレーションを投下して、なんとかこの状態にまで近づけようと努力している方もいます。そういう意味で組み合わせでやるっていうのはやられてはいるんですが、まあ計算時間はやっぱりかかるので、なかなか気軽にはできないという段階です。はい。なんか名前としてなんかホモロジーという言葉を使ってらっしゃるんです。それはやっぱりこう、はい、なんか幾何というかこの対応する部分がこうまあ幾何というかこれ幾何学というホモロジーではないですね。そういう意味ではなくて。このホモロジーっていうのは進化生物学におけるホモロジーという言葉で、その何て言うんだろう、例えばコウモリの羽と私の腕は似ていると、なぜ似ているのかっていうのは進化的に関係があるから似ているので、そういった進化的になぜ似ているのかと考えた時に、それは共通の祖先がいたからだと答えられるようなことをホモロジーと呼ぶっていうふうにこう進化論の人が言うんですね。で、形態の人が中心、骨の人です。骨の進化論をやってる方がそういうことを言って、その言葉を分子進化の人がもらってきて使う。ホモトピーとかホモロジーとか、その幾何学の位相幾から出てくる言葉とは、同じ言葉なんですけど、意味がもう全然違っちゃってるということです。はい。よろしいでしょうか。それで、あと30分ぐらいで、ちょっとやってみましょうと。いうのをやります。で、ホムコスというサーバーを、私どもが作っているので、それをまあ利用して、やることにします。で、ホムコス自体は実は、後で説明するように複合体の立体構造を予測するのにための鋳型を出してくるために、開発されているものなんですが、結果的に単量体でもできるので、そのホムコスの機能の一部を使って単量体の鋳型を検索して、それを使って、簡単な予測をしてみましょうということを、やってみたいと思います。で、いろんなこう機能があるんですけれども、一番上のこの1個のアミノ酸のやつを入れてやるということを使って、簡単な予測をしてみます。で、中でやってることはですね、単純で、まずアミノ酸配列を1本入れていただいて、そうするとホムコスサーバーは、PDB で決まっているタンパク質、立体構造が決まっているタンパク質に関してブラストの検索をします。似ている配列を探します。で、そうすると、似ている配列のリストがバーッと出てきて、でホムコスの場合は、PDB の中にはタンパク質1個だけではなくて、そのタンパク質と結合している他の分子が入っている場合が
あります。で、そういった他の分子が入っていると、機能をアノテーションするときに非常に役に立つので、タンパク質1個の構造が決まってもすごい寂しい思いをするんですが、なんかここにつくなっていうのが分かると、おお、そうかというふうにこう話が広がるんですね。なので、そういった、これらのものでくっついているものがあったら、それのリストをまとめて出すということをも機能がついているということです。ただ、やってること自体は、ブラストを1回書いているので、だけなので、単量体のホモロジーモデリングのインダータコードの添削としても使えます。で、あともう一つ、言わなきゃいけないのは、ホモロジーモデリングの2段階目のところがですね、この部分っていうのが、モデリングと言われている部分で、このループを作ったり、ソックスを入れ替えるっていうのが、これがモデラーというソフトを使うと、できるんですけれども、結構時間がかかる、短い、小さいものでも1分ぐらいで、大きいものだと10分ぐらい計算にはかかったりするんですね。なので、ウェブでやるにはちょっとしんどいということで、ホムコスでは最初の鋳型を探すっていうことがメインで、モデリングは原則としてしません。で、だけど、その代わりに、簡易モデル、後で説明しますけど、とりあえずのモデルは提供します。あと、モデラーの入力ファイルを生成することができるので、モデラーをもし皆さんがパソコンでインストールしてあれば、それを入力すれば、ご自分で作ることができると。そこまでのサポートはします。という立場で作られています。で、それで、何を予測するかなんですが、で、何を予測するかっていうのは、実はこれ結構、困ったことになってですね、グロビン族は非常によく立体構造が決まっていて、立体構造が分かっていない、グロビン族で面白いものっていうのが、なかなか探すのが難しかったんですが、一つありました。鶏のミオグロビンですね。鶏、つまり、鶏肉ですね。鶏肉って、ちょっと赤いじゃないですか。特にもも肉とかですね。あの赤はミオグロビンの赤です。いいですね。だからそこをそういう親近感を頼りに。スーパーに売ってる鶏肉の赤い部分を、赤みを出しているタンパクはミオグロビンです。それの、立体構造が、幸いなことに分かっていなかったので、それを予測してみましょうと。で、それで、アミノ酸配列の名前なんですが、ユニプロットの ID をそのまま使うと簡単なので、ユニプロットは誰も今日説明してないと思うんですが、こういうふうに名前がついていて、タンパク質名アンダーバー生物種名という名前で ID が作られています。で、ミオグロビンは MIG というので統一されて作られています。MIG アンダーバーで、ニワトリはチキンなのでチックって書いてある。これを入力、コムコに入力すると、このまま、ユニプロットに問い合わせがいって、このアミノ酸配列が内部でこう入って検索が入るようになっているということになります。で、それで、じゃあ何のために立体構造を予測するのかっていうことをちょっと明確にするために一応こういう問題を考えることにします。先ほど説明したように、グロビン族は全部ヘムというものが結合して、ヘムの真ん中には鉄分子が入っていて、鉄分子の上下に2つの七人で挟むような形です。で、遠い方の七人の間に O2 分子が入って、そこで酸素が吸着するところになります。で、この2つの七人はどれでしょうっていうのを考えてみましょう。で、この、鶏のミオグロビンには七人が9つかな。結構たくさんあるんですね。いっぱいあって、これらの七人の中で、どれがこれで、どれがこれなのかというのを、モデルから調べてみましょうと。それは非常に、非常に重要な七人なはずです。この二つは。他に比べて。それはどこに当たるのかというのを、考えてみましょうというのが問題だということで、やってみましょうということです。で、やり方なんですが、まずですね、ホムコスというサーバーにアクセスしてください。で、やり方は、Google とかの検索エンジンで、HOMCOS と入れれば、一番上にこう出てきますので、で、それをクリックしていただくと、こんなようなページが出ます。で、その後、一番上のタンパク質に対する検索というのをやると、こんなページが出て、それの、ユニプロット ID のところに MIG チックと入れてサーチを押すというふうにやればできます。で、ホムコスは基本的に、特にこの一番のは、アミノ酸配列をクエリとして、
検索を走るんですが、だからアミノ酸配列が分かっていれば、ここにカット&ペーストで入れて検索するのも可能です。で、ただその代わりに、例えば、他のタンパク質データベースの ID、この場合ユニプロットの ID とか、PDB の ID とかを入れても検索が走るようになっています。で、ちょっとじゃあ私もやってみるかもしれない。Google でホームコスと入れてですね、そうするとまあホームコスが一番上に来るので、でこれがホームコスのトップページですね。で今回、まあ、5つのサービスがあるんですが、一番上のタンパク質に対する検索、これをクリックしていただいて、でアミノ酸配列を入れることができるんですけれども、今回はユニプロットの ID MYG チックとここに入れていただいて、でサーチとやると、そうすると、ちょっと待ち時間があって、まあ、こんな画面が出てくると。出ましたかね。サーバー的には40人の人が同時にアクセスするっていうのは挑戦なんですけども、とりあえず今回は画面が白くならず出てるようで本当に良かったです。で、で、この画面の見方なんですが、すごくいろんな情報がうわーっと書かれています。で、詳細は後で説明することにして、最初に、モノマー、ヘテロって書いてあるんですが、このヘテロのところは、これヘテロタンパク質複合体のまとめで、これ後で説明するので、今回はまあ、あんまり考えない。で、このモノマーっていうところで、立体構造が分かっていれば、こういうふうにバー表示が出ます。で、このバーは何を示しているかっていうと、ミオグロビン、チキンのミオグロビンは154アミノ酸あって、それがこう N 末から順番にこう並んでいると思ってください。で、それのどの領域に似ている立体構造がアライメントされたかっていうのが出ていて、それがこの灰色のバーです。で、この赤紫のところはアルファヘリックスを作っている部分になります。で、1LHS っていう PDBID にシークエンス ID が 75.8% でヒットしていて、これはミオグロビンのCARCR っていうのと、類似していると。これは、確かウミガメです。カメです。カメと鳥っていうのは、まあ、同じ爬虫類ですから近いんですよね。なので、まあ、これがヒットしているということです。で、この 3D って書いてあるこのアイコンを、ここをクリックしていただくと、立体構造の絵が、出てくるはずです。ここをクリックしてください。こんな感じで。これが、まあ、ミオグロビン、チキンのミオグロビンの、まあ、予測立体構造だということになります。それで、今、ここまでですね、この、モノマーというところで1個だけ構造が出てくると思うので、この 1LHS っていうのをクリックすると、こういうのが出てくることです。それで、この立体構造の画面のビューなんですが、まずですね、これ今ここに表示されているこのタンパク質っていうのは、これは一応モデル構造なんですが、なんちゃってモデル構造で、シークエンスリプレースト 3D モデルと私が勝手に命名しているものです。で、鋳型としている、タンパク質と、標的のチキン、鋳型はウミガメなんですね。ウミガメのミオグロビンと、ニワトリのミオグロビンは似てるんだけれども、でもシークエンスは70何%しか同じではない。75% しか同じで。違うところがいっぱいあるんですね。だから本来モデリングするんであれば、このアライメントがこう下に出てると思うんですけども、
ロイシンをイソロイシンに変えたりアラニンをグリシンに変えたりっていう、こう作業をしなきゃいけなくて、それはちょっと計算がめんどくさいって時間がかかるので今回はしてなくて、でここで出てる構造っていうのは結局鋳型構造と全く同じものを出してるんですけれども、座標は全く同じなんですが、残機名と残機番号を、ニワトリに置き換えているということで、だからこれアライメントをすると当然アミノ酸が入れ替わったりとか番号がずれたりとかするんですね。でそれで、大抵ホモロジーモデリングのモデルを使う人っていうのは例えばミューテーションのデータとか持っていて、これをヒチジンをアラニンに変えたら活性がなくなったんだよって立体構造上どうやって説明するのかねっていう、そんな感じで、依頼が来る場合が多くて、数字の場所が、どこに、チキンの番号になっているとすごく便利なんですね。で、J モノの場合は例えばこのアミノ酸上にマウスをかざしてですね、ちょっとしばらく置くとこんなふうにこうパッと数字が出てくるんですが、このグルン79、これはグルン79だと言ってるんですけど、これは、ニワトリです。ニワトリの番号79、ニワトリの79はグルタミン酸、グルタミンだというふうになっているふうに入れ替えてあるので、で、この段階ではまあそこそこ本当の構造じゃないんですけども、まあ一応の目的には使えるということです。大体の位置は合ってる。で、それで、どうですね。で、この辺のアイコンをいじると、このアイコンをクリックすると、このシークエンスリプレイスドモデルの立体構造をダウンロードできます。ので、もしパイモルとかキミラとかこれより使いやすい分子表示ソフトを慣れているのであればこれでやってもらってもいいと。で、緑色のを押すとテンプレート構造そのものですね、ウミガメのミオゴルビンの構造がそのままダウンロードできます。で、このモデラースクリプトというのをクリックするとこんなのが出てきて、モデラーを実行するのには3つのファイルが必要なんですね。それを自動生成することができます。で、これを3つダウンロードして、もしモデラーをパソコンにインストールしてあれば、とあるコマンドを打つと、ちゃんとした、こうなんちゃってモデルではなくて、きちんと速さが入れ替わったモデルを、まあ、多分この場合、1、2分ぐらいの計算時間で作ることができます。で、それでですね、この画面で本来、このモデリングでやりたかったことは、ヘムの鉄の上下の出陣が何番の出陣なのかを知りたいということなんですが、この最初の画面だと、このミオグロビンにはヘムが入ってないんですね。で、ヘムが入ってないミオグロビンっていうのは普通はありえないので、本当は入ってる。本当に入ってるんだけど、モデリングの都合上、このタンパクだけしか表示してないですね。で、それで、その本当は入っているものを全部表示するためのボタンっていうのはこれで、オールモルっていうのがあるんですが、これを押してください。で、これを押すとですね、この PDB の、バイオロジカルユンジンに入っていた全分子が表示されます。そうすると、このヘムが、ここにこう出てくる。いうことです。よろしいですか。で、これも同じようにシークエンスリプレイスドモデルなので、一応チキンです。これ一応チキンです。ウミガメの形とそっくりなチキンです。で、というふうになる。で、あとはじゃあこれに配しているヒチジンを見たいんですけれども、それをやるためにはですね、このモレキュールズというところが今2段になっていると思うんですが、最初の、これが1行1分子になっていて、最初の行は、タンパク質です。つまり、ウミガメのミオゴビンを元にして作ったチキンのミオゴビンです。で、2つ目の分子がヘムです。ヘム、ちゃんと言うと、プロトポリフェリンなんとかっていう、4、9、コンテーニングフェッティ。で、これの、この、この一番最初のチェックボックスをオンオフすると分子の悪なし表示ができます。このヘムはこれとかにして遊ぶことができます。で、あと大事なのがこのコンタクトサイトっていうところなんですが、コンタクトサイトにこうアミノ酸の番号とアミノ酸が書いてあります。で、これがこのヘムというのが結合しているミオグロビンのチキンのアミノ酸の番号とアミノ酸です。がずっと並んでいる。
で、これを、ここをこうクリックするとですね、ワイヤーフレームで、ヘムに、結合しているところがこう強調で出てくるということになります。で、ここまでやったところをもう一度パワポでおさらいするとですね、ホムコスで、一番上のところに行って、ミグチックと入れてですね、で、そうするとこういう画面が出てきて、で、このモノマーって書いてあるところの一番上の 1LHS というのをクリックしてですね、そうするとヘムなしの構造が出てくるので、で、その後このオールモルアセンブリ ID1 っていうのを押すと、こういう構造が出てきて、で、それのコンタクトサイズというのをこうクリックすると、こういう構造が出てくるということです。で、それで、この後、そうするとですね、やってもらいたいことは、この、オレンジの、鉄の上下に五角形が見えていると思うんですが、この五角形が大事な七人です。で、この大事な七人は何番目の七人なのかっていうのを調べるためにはですね、JS モノの場合は、マウスで、その見たい、知りたい原子のところをマウスのポインターで、クチョッと押して、しばらく待っていくと、こういうラベルがヒュッと出るんですね。こういうの。で、これが、残機名、残機番号、鎖名、原子名、モデル番号、原子番号というのにバババっていくので、この65っていうのが、これが残機番号なので、これをちょっとメモしていただいて、で、あと下側の七人のところも、それをやってやると、何番目の七人かがまあ分かるということです。で、多分ですね、マウスを、この表示にするためには、マウスをどう使うのかっていうのが結構難しいので、まとめを書きました。まず分子を回転する場合は左ボタンで画面をドラッグすると回転します。で、並進っていうのは、分子を動かしたい場合はコントロールキーを押しながら右ボタン。これやってみましょうかね。要するに何をしたいかというと、これ回したい場合は、マウスの左ボタンを押しながらこう動かすと回ります。今私はマウスがないので、トラックパッドの、タッチパッドの左を押してるのでそうすると回りますね。で、それで、これを全体にちょっとこっち側に寄せたいなっていう時があると思うんですが、それは、コントロールキーを押しながら右ボタンでドラッグ、コントロールキーを押しながら、こんな感じ。わかりますか？今、コントロールキーを押しながら、右ボタンでドラッグすると、こういうふうにこう動かすことができます。で、あともう一つ、ズームイン、ズームアウトしたい場合っていうのは、これはやり方がいくつかあって、マウスを持っている方は真ん中に、なんていうんですか、ホイールが、中ボタンがついているのは、それで、ズームイン、ズームアウトができます。で、ホイールがついてなくて、タッチパッドしか持ってない方は、シフトキーで左ボタンでズームイン、ズームアウトか、それか多分仕様によっては、右ボタンと左ボタンを同時に押してドラッグすると、ズームイン、ズームアウトになるんだと思います。で、Mac の人は、すいませんが、僕よく知らないので、なんとかやり方を見出してください。なんとかでき、多分似たようなことになってるんだと思うんですが、できるんじゃないかと思います。で、まあそういうのを、結構向きをちゃんと、こんなかな。ちょっとこれ斜めになっちゃってますけど、これ逆か。
ちょっと私も無理をするのが下手くそなんですが、これも逆になっちゃったですね。あと、ウィンドウサイズを、スモール、大きくしたかとか、ミディアムっていうのを押すと、ちょっと大きくなります。で、この方が見やすいかもしれません。このウィンドウサイズをスモール、ミディアム、ラージって書えるようになってて、デフォルトではスモールなんですが、ミディアムを押すと、ちょっとこのくらいの大きさになる。ラージを押すともっと大きくなる。という、このくらいの機能がついているということです。あんまり時間がないので、いいですかね。先を行くとですね、まあ、65と94だということが分かると思います。で、ちょっと遠いところと近いところ、遠いしまうとディスタルというのがあって、ディスタルの方に、酸素がつくと、近い方はつかないというふうになっている。でそれが、アルファでは59と88なんだけど、ミオグロビンのチキンでは65と94になっていて、でアミノ酸配列上だと65と94というのは、こことここです。っていうのが、たくさんある羊の中でも、とりわけ重要度が高いと。でここが痴漢入ったらもうアウトになる。どっちかでも痴漢されたらもう酸素が集中できない。っていうふうに、非常に重要な証拠ということになるということが分かるというようなことです。まあ皆さんは、おそらくミオグロビンの専門家の人はあまりいないと思うので皆さん研究なさっているタンパク質で同じようなことが、できることの援助になればと思います。であと15分しかないので、適当に端折りながらやきますけれども、このホモコスの今、単量体の構造からオールモールをして、ヘムとの複合体を出すということをやったんですけれども、このモデルの画面の前のこの画面ですが、他に何の情報を示しているかっていうことを説明します。このもともとホモコスは、PDB に入っている、このミオグロビンのホモログで複合体を作っているものであれば、その複合体はどんなタンパク質と複合体を作っていて、それの結合部位はどこに来るのかということを列挙するために作られています。で最初にあるヘテロっていうのは、このミオグロビンのホモログであるものが結合している他のタンパク質のリストです。で、あまり面白くないことにですね、ミオグロビンのホモログであるものが結合している他のタンパク質として胃が垂れていくのは、ヘモグロビンのアルファ差とベータ差の組み合わせばっかりになってしまって、それはあんまり面白くない。まあ、ミオグロビンは単量体で、機能することが分かってますから、例えばこれとかそうですね。で、これは HBB のピークをホモログとして、HBA ピークがミオグロビンに結合すると予測しているんですが、まあ、実際にはつかないと思うんですね。で、ちょっと面白いのは、このヘマトグロビンってやつなんですが、ハプトグロビンというものですけども、グロビン、ヘモグロビンというのは鉄を含んでいるので、赤血球が何らかの、事情で溶血して破れて、外に出ていると、鉄が血中に入りすると、毒になる可能性があるので、それを防ぐためのタンパクというのが用意されているんです。血中に入りしたヘモグロビンを捕まえるタンパク質というのがあって、それをハプトグロビンって言います。で、それとの複合体がヘモグロビンのベータと出ていて、それがちょっと形が出ているととか少しだけ面白いです。まあ、ミオグロビンがつくかどうかはよく知らないんですけれども、ミオグロビンはもしかしたらつかないか、まあ、こんな形をしているのが、もしかするとミオグロビンつくかもしれない。これは、ヘモグロビンのベータです。で、あとはずっと下に行くと化合物、どんな化合物が、このミオグロビンのホモログとついているかっていうのリストが出ていて、で、これはもうヘムばっかりです。ヘムの類のものばっかりがいっぱい出てきて、あんまり面白くはないんですが、まあ、ヘムがつくということ。あと、その下にメタルっていって、ナトリウムとかカルシウムとかの結合サイトも出るようになっています。で、まあ、グロビン族はそんなにいろんなものから結合するっていうものではないので、こういう解析はそんなに面白くないんですけれども、例えば DNA 結合タンパクであるとか、プロテインキナーゼとか、非常にいろんなものと結合するものはこういうものを見ると、すごく多彩なものが出てきて、なかなか興味深い結果になったりもします。
で、あと、もう一つ、この一番上に、サイトテーブルっていう、このタグが、アイコンがあるんですが、これを押していただくと、全く同じデータなんですが、それが、サイトごとに展開されてみることができます。で、これ、サイトテーブルっていうのを押すと、こういうふうに1行1サイト、サイト1、サイト2、サイト3ってこうずっとこれ153まで並んでですね、それの情報がまとまったのが出てきて、で、例えば適当に、サイト13とかをこう押すとですね、13番目の、13番目のサイトに対するサマリーが出てきて、どんな二次構造であるとか、溶媒露出はどのくらいであるとか、あと、ホモログはどんなアミノ酸を使っているとか、そういうのが全部出てきます。あと、複合体の構造とのコンタクトサイトになっている場合は、どういった、複合体でそこがコンタクトサイトになっているかが一覧が出るようになっているという、そんなような感じですね。で、これは例えば、ミューテーションの結果を解釈したい場合ですね。あるところにミューテーションが入ったときに、なんかフェノタイプがこんなふうに変わってしまったんだと。それを立体構造上から解釈できますかとか、あるフェノタイプに影響を及ぼすようなことが起こりそうですかとかっていうのを知るときに、役に立つようことを狙って、設計してあります。ということです。で、で、ミューテーションの影響に関しては、立体構造上からミューテーションの影響に対して何が言えるかっていうのは、いろんな議論があるんですけれども、一番、構造上の特徴とミューテーションのエフェクトで関係が深いのは、溶媒露出度です。つまり、タンパク質の表面ではなくて、内側に埋もれているアミノ酸が変異が入ったときに、フェノタイプへの影響が一番大きく出やすいっていう傾向が、もう統計優位に、明らかに優位になります。で、それはどういうことかというと、タンパク質は球状になっていて、その部分の、例えば一番内側にある疎水、大抵内側は疎水性のアミノ酸が並んでるんですが、疎水性のアミノ酸が浸水性に変わってしまうということをすると、タンパク全体がほどけてしまうようなことが起きる。安定性が落ちてですね。そうすると、その変異の部位が活性部位に近くかろうが何だろうが関係なく、タンパク質全体がほどけてしまうので、そのタンパクが失活してしまうというような感じで影響が入るというのが非常に多く見られます。なので、それ以外の表面であるところに変異が入ったら影響はないかというと、そういうわけではないんですが、統計的に一番有意なのはそのタンパクになってくるので、まあ、見どころとしては、だからまず、その変異部位が埋もれているかどうかというのを構造上見てみるというのがあるのかなと。で、あと5分ぐらいしかないので、ちょっとだけ、説明だけをすることにして、この、複合体のモデリングの話をちょっと駆け足で説明だけして終わりますね。で、今は単量体の、予測、ヘムをちょっとついてみましたけども、基本的には単量体の予測を説明したんですけども、ホモロジーモデルのやり方で、例えばタンパク質が2つのタンパク質が複合体を作っているものっていうのを予測するっていうことも、まあ可能は可能なわけです。つまり、ただこのタンパク質とこのタンパク質の複合体を予測したいとして、それが分かってなかったけれどもホモログの複合体は出ているというのであれば、それをそれぞれアミノ酸配置を入れ替えれば、この複合体のモデルも作れるだろう。で、同じことは化合物、タンパク質もできて、このタンパク質とこの化合物の複合体を予測したいんだけれども、このそのものは出てないけれども、別の似たタンパク質と別の似た化合物の複合体が出てるんであれば、それぞれ入れ替えれば予測はできるだろうと。こういうことも、もし異型があれば可能は可能なんです。で、それをホモコスサーバーは一応できるようになっているので、それをやってみるというのを、次の課題にしようかと思ったんですが、あと5分しかないので、ちょっと説明だけして終わることにします。で、中で何をやってるかっていうのは、先ほどのブラストを検索すると2回やってるだけなんです。2つアミノ酸配列を入力していただいて、
で、2回ブラストをかけます。ブラストで、配列 A、タンパク質 A に関して立体構造が決まっているタンパク質群に対してブラスト検索をして、タンパク質 A の立体構造が決まっているホモロゴリストを作ると。で、同じようにタンパク質 B に対しても立体構造が決まっているアミノ酸配列に対してブラストをかけて、立体構造が決まっているタンパク質 B のホモログのリストを作る。で、この2つのリストと、結合している分子の表っていうのを別個持っていて、この2つのホモログが1つの PDB の中で結合しているというものがあるかどうかをチェックします。で、もしそれがあれば、それが異型として使えて、それぞれアミノ酸配列を置き換えれば、予測モデルができるという、そういうことも一応可能です。で、じゃあ何を予測するかってことを、これも結構何を予測するか僕結構時間をかけて調べたんですけども、まあ、適当に飛ばして、何が言いたいかというと、人にはヘモグロビンの属がですね、13個あるんですね。で、その中で、一番有名なのはアルファ鎖とベータ鎖が複合体で作っているヘモグロビンなんですが、もっとよくわからないのがあるんですね。アルファ鎖とデルタ鎖とか、アルファ鎖とイプシロン鎖とか、アルファ鎖とガンマ1鎖とか、ね、そういうのの組み合わせで、なんか生まれてくる前にだけ使われるヘモグロビンとか、なんかそういうちょっと変わったのがあるんです。で、それでも結構立体構造が出てるんですが、立体構造が出てない、ゼータ鎖とイプシロン鎖っていうのが出てないので、これを予測しましょうっていうのをネタとして考えたんですが、一応やり方としてはですね、このヘテロ多量体のモデルのところを押して、2つユニプロット ID を入れる。この場合は HBAZHuman というのはこれがゼータ差です。で、HBEHuman というのがイプシロン差ですね。このゼータ差がアルファに近くて、イプシロン差がベータに近いです。で、これを入力すると、まあ、当然、ヘモグロビンのいった構造が2型として出てくるので、で、それをクリックすると、こう、まあ、4状態の場合は予測ができると。そんなような感じですね。で、同じようなことが化合物でもまあできると。ここはちょっと端折ります、ね。必要な方は見てみてください。はい。で、で、こういったホモコス の説明をするとですね、異型構造がないんだよと。どうすればいいのかねっていうふうに、まあ、いろんな人から聞かれて、確かに、単量体に比べると複合体の異型構造っていうのはやっぱり数がとても不足していて、全然情報がないものっていうのもかなりあります。大きなものであるほどあればあるほどそういうのがある。なので、そういう場合はまあ結構大変なことになってくるんですけれども、先ほどの異型を使わない予測法っていうのはいくつかあって、で、例えば合体のドッキングプログラム ZDoc とか HADDoc とかっていうそういうプログラムもあります。だからそれを使って予測するってことは可能は可能なんですが、まあ、予測精度は結構限界があることを留意していただいて、で、多分、いくつかの候補構造を出して、何らかの実験情報で絞り込みをかけるっていうことをした方がベターだと思います。で、もっと計算量をかける MD とかを使ってやるっていうやり方もあり得るんですが、これはすごい計算量がかかるので、まあ、専門家にも多分助言を求めた方が多分いいと思います。あとは、実は手作業で組み立てるっていうのも、そんなにバカにするようなものではなくて、もし実験情報があるんであれば自分でマウスで組み立てるってやり方でも情報が得られる場合は僕は結構あるんじゃないかなと思います。で、あともう一つ言いたいのは、結合をの結合構造じゃなくて結合するのかどうかを予測するっていうのは、これは実は、結合した構造の予測をするより強さの方が難しいんですね。なので、ホモコスで出てくるって構造を予測できたとしても、それが本当に結合するかどうかは分からないで多分いいと思います。強さ自体を見積もるのは非常に難しい。不可能ではないにしても難しいので、本当につくかどうかっていうのは、もし別個実験ができるんであれば、それを頼りにしてやっていただいた方が正確だと。ホモコスができるのは、つくとしたらどうつくかであって、つくかどうかを厳密に予測をしているというふうに思われると、ちょっと違うのかなと思います。はい。じゃあ、まあ、そういうことで、はい。時間が来ちゃいました。以上です。はい。